小学校の6年の時、病気で1年学校休んで、戻ってきたらクラスに知ってる顔が一人もいなくなってて、家に帰っても親は私のことで喧嘩して離婚して、それで中学の時、私家出したのね。私がいなくなったらお父さん帰ってくるんじゃないかと思って、でも行くとこないから、あの小屋に3日間ぐらい隠れて、家に戻ったらお母さんの横にいたのはお父さんじゃなくて別の人だった。なんだそういうことか。そういうことなんだな世の中って。だったら別に家出したまま帰ってこなくてもよかったんだよなって。もっと自分勝手に、もっと自分のことだけ考えてさ。